はい、というわけで2020年最初の定期公演がやってまいりましたが、今日はやばい、やばい、チートバケな、今日もチートなんですか。やばいわ、昨日あの髪切ったんですよ。はいはいはい、チートだ、チート、私髪切ってからチート2倍。テーマは今日のテーマはあのブルドッグというテーマ。はい、ゆえさん、復帰してから初の定期公演ですが、そうなんですよ、いかがですか調子の方は。いや、もう4回目が初めてですからね、本当にもう、なんていうのか、感慨深いと言いますか、あの新人だよね、もうね。いや、そうですね、ルーキー、ショータイムルーキーか、いつ、ショータイムルーキー。はい、定期公演やってまいりましたけども、やっぱ、もう今日は真面目に行こうかなと。少子千万、一の方水面切り。はい、というわけで2020年初の定期公演の日がやってまいりましたが、はい、土井くん、はい、調子はどうですか。最高ですよ。実はね、あのまだ言ってないんですけど、イメチェンしちゃいました。おお、楽しみにしててね。これでもライブ後ですけどね、この動画アップする。あ、そういうこと。楽しもうね。ルフィが腕を戻ってくるときなんとワンピースね。なんかいつまでスキンケアしてる。確かにね、僕ずっとやってましたね。ですどこ、どこ GoPro 回す。すいません、自分で決めます。使おう。バトルが始まっちゃうから、みんな本番近づいてきたよ。あと30分くらい。そんなないね、もうね。なんでった。テンション上がってきましたね。タケヤは今ちょっとお仕事ですね。宿題ね、宿題。こういうのはね、言ってもいいのか分かんないんですけどね、まとめて後からやるタイプですね、宿題とか。僕はちゃんと1個ずつやるタイプなんで、後から全部やるパターンを。それなりに俺の生き様ができるって。そういうわけではない、性格の問題です。そんなに俺の動画を撮って、やっぱ俺が一番面白いことやってたのか。最初の動画でやる。間もなく本番ですね。もう3分切ったぐらいかな、はい、皆さん調子はどうですか。最高です。最高ですか。調子はどうだい東京。東京睡眠バッチリで、もう今日は絶好調でなっています。